江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、野球の話題でございます。慶国民、日本の独立リーグの投手相手に韓国一軍の選手が無得点で負けた。はい、というね、こちら掲示板のご紹介なんですけれども、それではですね、スレ主の格好を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。あ、この人です。はい、写真もあるんですよ。はい、この方ね、23歳かな。渓谷プロ野球 KBO の SSG ランダースの外国人投手のアリアスが負傷のため6週間の離脱となった。そのためチームは急遽日本の独立リーグ四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに所属する白川恵翔投手と契約し、6週間の期限付きで移籍した。契約金は6週間で180万円。6週間が過ぎれば日本に戻ることになる。日本の独立リーグは KBO、NPB、MLB のどこにも所属していない文字通り独立した野球チームだ。簡単に説明すると無所属だと思えばいい。なのでプロチームが独立野球団の選手といつでも契約でき連れてこれる。当然独立野球チームに移籍料を払う必要もないし、独立野球チームは給料制なので同じ報酬形態となる。ここでプレーする選手は主にプロに指名されなかったが、夢を捨てきれない選手やプロチームから放出された選手がプロ入りのために自己鍛錬し再起を目指しプロの夢を見る、そんなところ。独立野球団は収益源がないため選手たちが月100万ウォンずつ会費を出してチームを運営しお客さんを集める。当然 SSG は日本の独立野球チームには移籍金は支払わず、選手には6週間で1500万ウォン支給することで契約。この日本プロ3軍にも劣る独立野球チームの投手相手に渓谷プロ1軍が5イニング449、3安打6三振0得点の結果となり敗北した。こういうのを見ると渓谷が WBC の時なぜオーストラリアに負けたのかの答えが出ます。オーストラリアリーグはメジャー経験者やマイナーでやってる選手もいて、日本の独立リーグよりレベルが高いから。はい、というね、内容なんですけれども、それではですね、こちらに対して韓国の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目、 WBC の時日本代表チーム相手にコールドゲームレベルで惨敗したしね。試合見てたよ、序盤は少しボールが不安定だったけどね、途中から持ち直した。たった1試合で大恥、独立リーグより下手なんだ、渓谷野球のレベルだね。レベル以下の KBO 地域野球チームとの試合を増やして、たかが1試合見て渓谷野球のレベルがどうのこうのってまだ判断が早いよ。次はボコボコに打たれるかもしれないし、たかが1試合いいピッチングしただけでしょ。しかも相手は急務です。少なくとも何試合かは見てから判断しましょう。一体日本野球はどんなところなのか。5回でも149キロまで出て、フォークボールは渓谷選手たちより2枚は上。新しいエース、救世主が来たよ。ところで日本のプロ入りもできなかった独立リーグの選手のボールがなんでこんなにいいんだ。どうせ今シーズン終わったら NPB ドラフト予定だ、わらわら。では逆に聞くけど、渓谷独立野球チームの投手が日本プロ1軍相手に1試合でも通じるの？オーストラリア代表は練習試合でハンファに負けたけど、 W ハンファ渓谷で会見のチーム。ソウルシリーズでもラドジャースがハンファに負けたけど、わら。それは練習だから。独立リーグの投手相手に何にもできない年俸億ウォン数千万円大の打者たち、本当に笑わせるわ、わらわら。渓谷のレベルが低いからどうしようもない。我が国の野球のレベルが上がるように、野球インフラにあなたのお金を投資してみてください。それじゃ高校野球部が増えるようにお金をどんどん頼む。わずか1試合だけを見て判断するなら、オーストラリア代表ラドジャースともハンファの下だということですか。独立リーグのレベルにも満たない奴らが高額年俸とは。白川の契約金が6週間ではあるけど、180万円なら1600万ウォンじゃん、コスパいいね。6週間インパクトを見せれば今年残りの期間の契約も可能なのか、わらわら。え、
可能だそうです。マジで日本独立リーグの短期バイト選手から1点も取れない警告プロ野球の悲しい現実。この選手が活躍すればするほど苦々しい。日本一軍デビューもできなかったのに、日本独立リーグのエースも日本プロ3軍に入れない。しかし KBO では通じるというのは悲しいが現実である。チョッパリに完成、チョッパリ警告での日本人の部別語。やはり野球先進国の神日本出身らしく、基本のあるプレーが素晴らしいね。日本投手たちたくさん連れてこよう。本当に行かねえよ。はい、それではですね、チャットの反応いきたいと思います。じゃあね、上の方からいきますかね。事実上警告プロ野球は日本の4軍レベル以下。ああ、独立四国アイランドリーグの投手が5回無失点だったって、わらわら。高校生に負けるんじゃね。練習量違う。インディゴソックスは面白い選手を育てるのよね。日本の独立リーグはプロの2軍くらいの実力だから、お前らの1軍はつまりそういうレベルってことだよ、わらわら。安くないか、桁足りないぞ、わらわら。1ヶ月半で180万か、まあまあじゃね。帰ってからの給料の処理面倒くさそうだけど、わら。社会人ドラ一足戦力の先発投手も普通に出てくるから、そりゃそうよ。K 代表で勝てるわけない。警告プロ野球は日本の草野球並みって立証してしまった、わら。四国の独立リーグ月収20万円くらい。警告にしか行くとこないのならもう引退した方がいいんだろ。四国はもともと野球盛んなのにプロチームはないからね、しょぼーん。日本はな、独立リーグからプロ野球に上がる選手もおるんよ。で、警告さんは四国リーグって元西武の石毛がプロへの道を作るために立ち上げたのではないかな。間違っていたらごめんなさい。少しコントロールが良い投手にキリキリ舞い。独立リーグだって切磋琢磨してるんだが、プロになったことに小坂手練習もまともにしないやつと比べんなよ、失礼だろ。侍ジャパン U18 にも勝てないと思われ、わら。どうやら日本のドラフトの仕組みを理解できてないようだな。今年のドラフト会より来年以降のドラフト上位って世界だから、実力があってもプロに行かない人もいるんだわ。正規雇用になったら単純に倍にはならんぞ。それだけ日本人選手の層が厚いってことよ。強制連行にだ。警告プロ野球って投手は打国任せだったよね。 KBO で活躍した選手が日本に来ても大概は活躍せずに終わる。あ、たまたまプロ入りする年にすごい選手ばっかりだったら、良い選手でもプロ入りできない場合があるってことね。なるほど。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。